どうも、俺です。どうも、です。どうも、です。今日は俺は結構楽しみにしてました。いや、僕は昨日来てました。俺は昨日気づきました。おじさん3人でおしゃれなカフェに行こう。4人にします。いいですか？アラフォー？ほら、アラフォー、俺オーバーフォー。ガチガチのアラフォー。アラフォー、オーバーフォー。おじさんばっかり見てるから、これ。あ、ほんと？おじさんとうちの学童の小学生だけ見てる。僕も今日楽しみすぎて、このためにですね、もう家中の小銭をかき集めましたからね。財布パンパンだったから、これ。本当だ。というわけでおしゃれなとこ行くぞ。どこ行くんだ。ミツバチ。おお、俺手にミツバチついてる。なんで頭が黄色すぎて受粉されようと。間違えられた。もうちょっとしたドラゴンボールみたいな花咲く。俺間違えられた。サトシニューカード行きましょう。長いよ横に。絵になるね。いや、これハンバーガー。めっちゃ絵になる。ハンバーガーを食べに行くには一番ふさわしい車や。素晴らしいよ。ね、ここにモニターあんだけど。そうね、左下の。何これ。すげえ。フリーダムエディションっていう。じゃここにギリギリジャッキーチェンがへばりついてもバレるやん。バレるバレる。やば。結構もう第二距離向こう。あれわかんないんだよ駐車場。これか？これや？これや？駐車場。おお。あ、これ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 。わあ、すごい。俺の小銭足りるかな。うわ、すげえ。すごいよ。服使うここ。あ、とかこれ平日やけんそんなに。ああ、空いてる空いてる。すごーい。うわあ。はい、今回おじさん3人がやってまいりましたカフェはこちらディリーダリーというところです。ここ去年宮地浜にできたばっかりのめちゃくちゃおしゃれなカフェで、もうこの店1個で宮地浜の、来る客層がガラッと変わりました。いい意味で。特徴はやっぱこのガラス張りのね、向こうが抜ける感じ、これが映えるよね。そして今回おじさんカフェではこのおしゃれなとこでおじさんっぽい行為をしてしまったら一応おじさんポイントが入ってしまいます。おじさんポイントが入らないように気をつけてカフェを楽しもう。というわけで今回ディリーダリーに行ってみるだす。悪い。あーすごい、今日最高だね。すごいよ。あ、なんか俺の車かっこいいね。テーブルの上にQR コードがありますので、そちらを読み取っていただくとメニューが。おお、すごい。こんな家憧れたよね。まあ俺は憧れてるよ。あーこうお肉タイムじゃないね。すごい。ハンバーガーにしよう。うん、どれにしよっかな。つかハンバーガー屋さんではないね。でもない、うん、でもおしゃんないっぱいある、うん、オムライスとかシーフードカレーもいいな。ジャークチキンプレートのライス大盛り。ジャークですよ。ジャークなチキンでございます。ハンバーガー、ダブルハンバーガー、ジャークチキンプレート、ライス大盛りを注文します、はい、今ピコーンって言ったね。おじさんそうなるよ。いいね、この青いの。こういうところでさ、静かに読書ができる大人になってたはずなんだけど、理想と現実の違いよね。なんか一回めちゃくちゃ心が折れたりしてバギャバギャになったらすごいできるな。いや、もういいや。あ、見て見て、テイクアウトでプリンとかあるよ。大白プリン。これ今のより低いのがいいっていうのこれぐらいの言ってて、うん、反り補強だけしてしまえば。これほら、あのベニヤの合板作ろうかな。作ろう作ろう。わあ、来たよ来たよ。失礼します。わあ、はい。ダブル高い背がです。いただきます。すごーい。すごいね。すごいじゃん。いいね。ノーマルも超でかいぞ、ね、しかもあれベーコンでっけー、ハンバーグでっけー、ポテトがなんかこんな、なんで、なん、何これ、どうやってんポテトこれ。あ、うまい。うまい。うん、うまそうやな。おいしいね。シーザーサラダ。うん。これ何？これ。これつまようじ？あ、ミニハンバーガー。ミニハンバーガー。いいよこの絵。おしゃれカフェに来てるおじさんだよ。なんかこういつもよりタクヤくんも綺麗に見える。ヘンツモースちょっと違う格好してます。ちょっとね、エビ付き着てるからね。結婚します。あ、来た。うわー。ありがとうございます。すね、うわ、ジャークだー。思ったより大きい。やった、嬉しい。ありがとうございます。ジャークだー。すげー。すごいね、これ。想像の 1.3 倍でかかった。はい、チーン。はーい。あ、満
絶対楽しんでる。あーすげえ。おじさん。うま、うん、まうん、それで走り回った。あ、うまっ。うま柔らかスパイシー。会話が分からない。なんか困ってる。わーすごい嬉しいわ。ありがとうございます。いただきます。感謝します。いちごサバさん、ね、これみかんの皮だよ。いちごね、見たこと食べてみていいかい。めっちゃうまいけん。本当にいちごとセット嘘つかん。本当と嘘と間違いが君混ざってるから。本当だって。いちごと食べてみてよ。本当に普通に食べてるよ。いちご、え、下手ってこんなミントみたいな味すんの。いちごの甘さでちょっとなんかいい感じになるでしょ。下手って美味しいね。美味しい。あ、嘘とめっちゃ可愛らしい若い女の子たちの楽しみを犠牲にして食べるこのタルトが最高にうめえな。あと際が良かった。え、うまっ。このカスタードのとこ、うん、タルトの食べ方知らないんだけど、ガブガブじゃない。ガブガブでしょ。なんかあの人綺麗に。あ、俺綺麗か。レオンに書いてあったのよ。大人おじさんだし、レオンモテるおじさんはちょっとお茶目、うん、ケーキをここら辺つけながらクリームをで食べてるのがお茶目なんだ。レオンに書いてあった。レオンに書いてあった。確かにディリーダリーってレオンの話はダメですよ、きっとおじさん。MG MG ごちそうさまでした。あ、かわいいバッグ持ってる。バッチもかわいい。バッチ ID でお願いしていいですか。じゃあ俺の小銭はサトシさんに行くんだ。ありがとうございます。ごちそうさまでした。ありがとうございました。ごちそうさまです。はい、というわけで、あ、ごちそうさまです。あのディリーダリー3人でおじさんおしゃれなカフェに行ってみようのシリーズでした。シリーズ化するかわかんないですけどね。おじさん、あ、美味しかったね。美味しかったね。ありがとうございました。ちょっと小銭いっぱい払います。というわけでこれからもたまにおじさんでおしゃれなカフェに行ってみよう。マジか。こんなんでもない限りいかんもん、まあね、きっかけが。なんかやべ、なんかご飯食べたらもうこのまま遊び来てんもん。みんな何すんの。仕事。おじさん、たぬき、きつね、猫、ゴリラ。